日常演舞の食歌日記にようこそ。さて本日の演目はこちら。それでは演舞開演。ちな日清の UFO 完璧飯、濃い濃いお好みソース焼きそばと、こちらのファミリーマート背脂風中華そばを食べたいと思います。あれ、中華そばは前に食べたことあるかな。あれ、あったけなったけ、まあ忘れた。まあいいか、早速作ってみたいと思います。完全飯ってどういうことなんですか。栄養成分を見るときに確かにタンパク質とか食物繊維も豊富で、先にでこれ単体で栄養素はしっかり取れそうなんですけど、果たして実際どうなのかな、そう、果たしてで確かめてみたいと思います。それでは少しお待ちください。出来上がりました。ちょっと映像越しだと伝わるかどうかわからないんですけど、通常の焼きそば UFO よりも器が大きくて丼みたいなやつですね。なんかどっちかっていうと焼きそばよりもラーメンに近い印象。まあソースラーメンってなんか探したらありそうですけど、まあ聞いたことはないですよね。ではそのソースラーメンじゃなかった焼きそばの味はどうなのか、では早速食べていきたいと思います。それではいただきます。さて、どんな味なのかなと思って食べてみましたけど、うわー、これ本当に栄養満点だとなんか味はみたいなイメージが自分の中ではあったんですよね。だけど実際食べてみるとちょっと意地汚い部分しちゃいましたね。こういうの本当気をつけないと見られてるんだから。だけど一方で中華そばは、わ、背脂風とは書いてあってもやっぱりスープとか結構あっさりしてるな。てかギトーっとして食べにくいっていうことはないです。うん、美味しい。これから先寒くなってくるとな時期にちょうど良さそうですね。とではそれぞれの食事レポートについてこの後詳細に説明します。ごちそうさまでした。最初に食べたこちらの完全飯 UFO は、まあ器が大きい違うと言ったのはさっきと同じですが、だから特別いつもより美味しいというわけでもありませんね。ただ逆にいつもいいなということでもないので、通常の UFO がお好きなのであればそれでより栄養が取れる商品と言えますと自分は思いました。なのでちょっと高めだけど体のことも気を使った UFO を食べたいなというとき、そういう方にはおすすめですね。でこちらの背脂風中華そばは背脂が入ってはいるものの、基本中華そばの醤油ベースであっさりとしたスープが麺とよく絡んでいて美味しかったです。ただやっぱり栄養素はですね、なので今日は美味しく食べて栄養が取れるこちらの UFO お好みソース焼きそば完全飯の方がより体にいい商品だと自分は思いましたので、体のことを考えるならという点を加えた上で代表として4点とさせていただきます。はい、というわけで今日はファミリーマートのセアブラフ中華そばと日清の UFO お好みソース焼きそば完全飯を食べてみた動画でした。あなたの参考になりましたか。ではご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただける、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演。本日の演目はお楽しみいただけましたか。チャンネル登録、コメント、高評価していただけますと嬉しいです。ではまた明日の演目でお会いしましょう。それではさようなら。